俺らを正解に、するメグロハスがインスタ挑発投稿を向けた NHK 紅白ではない、本当の相手。12月31日に放送される、第74回 NHK 紅白歌合戦、から旧ジャニーズ事務所、現ンー・シェが締め出された。11月13日の出場者発表に、旧ジャニーズグループの名前はなく、 追加招集がなければ、ミニ44年ぶりのジャニーズなしの紅白となる。そんな NHK に矛先を向けたと物議を醸したのがスノーマンメグロレン。発端は2日前の11月11日、グループの公式インスタグラムや X、q ツイッターにて発表された、スノーマンスペシャルリブからみんなと楽しむ大晦日から。 何でもメンバーによる YouTube ライブ配信を大晦日に行うというもので、インスタグラムストーリーズにて、9人とみんなで最高の大晦日にしようねん絶対公開させないよ。俺らを正解にする、とのメッセージをメグロが投稿。これを受けて、東スポ、ウェブハンガ、NHK と完全絶縁化。スノーマンメグロハスは、仏議かもす挑発投稿、との見出しで、 紅白から旧ジャニーズを排除した NHK に喧嘩を打ったと捉えられても仕方がないとする記事を配信したのだ。確かに俺らを正解にするとの強めの物言いは俺らの比較対象とする相手に向けた言い方でタイミング的人気 NHK への決別宣言に捉えられてもおかしくなりません。が、実のところ相手は NHK ではなさそう。 俺らの相手はやめじゃにかながらく旧ジャニーズ事務所を取材してきた芸能ライターが話すにはメグロの投稿案件 HK に向けたものではなく真相はメンバーの動向に関係しているとのこと。11月に入ってメンバーの佐久間大輔、渡辺翔太、安倍良平が立て続けに旧ジャニーズ本社を所在地とする個人事務所を設立したことが判明。 前での芸能ライターが続ける。このメンバーの動きは今後も続いていくと思います。というのも設立準備を進めている新エージェント会社と契約するために、各タレントは個人事務所を設立する必要があり、つまりスノーマンはスマイル社とのエージェント契約を選んだものと思われます。メグロ君が言う俺らとハスノーマンをはじめ、 これからも、旧ジャニーズに所属する残留組であり、相手は、おのずと退社を選んだやめジャニーになるわけです。後輩やファンに向けた、俺らを正解に、東山紀之社長と井ノ原義彦副社長による会見以降、元 V6 の内田淳一、嵐の二宮和也、そして生田東馬が、旧ジャニーズから退社、また意思表明をしている。 それより以前にも元キングプリンスへの平野市を、神宮寺勇太、岸優太、元キスマイフと2の北山ひろみつらが事務所を去り、滝沢秀明氏の、とべ、に合流している。もちろん、ジャニー、北川さんの犯行は許されるものではなく、藤島、ジュリー、稽子さんや東山社長のごてごての対応も目立ちました。 スマイル社を先行き不安に思うタレントが会社を選択するのもやむなしで彼らを責めることはできません。それでもスノーマンは今の自分たちがあるのは会社のおかげと恩義も感じているのでしょう。動揺する後輩や JR に向けた俺らが支えるから見ていてという宣言でもあるのでしょう。そしてたった数ヶ月で一変した状況を誰よりも不安に感じているのがファンですよ。 彼女たちを安心させるためにも、心配しないで俺らについてきて、とのメッセージを送りたかったのでしょう。同芸能ライター。ファンを置いてけぼりにしない目グロ、スノーマンこそ真のアイドルなのだろう。